始まりまりした浮舟のオリジンチャンプルつかみ取れ明日への光、えー、お相手は浮舟のヤンビーとあなたのハートに寿パンチ <music>、えー、ということでね、えー、始まりましたけれどもはい、えーはい、始まりまりした、えー、ちょっと待ってくださいあの掴み取れ明日の光って何ですかそういうサブタイトルでやるって, <laughs> 言,って言ってないよ <laughs> 今後そうやって行こうなって聞いて,聞いてないんですけど、うん 聞いいてないし、だからそ,それもちょっと気になっちゃって俺のあれが薄れるじゃないですか <laughs> 俺もやろうと思ってたからもう俺もバイク乗りながらやろうと思ってたから <laughs> いやお互いすり合わせていこうよそれは <laughs> やめようかなやめようかなと思ったけどどうせお前毎, <laughs> 毎週やるんだろうなと思って <laughs> だったらもう俺が最初からぶち込んどこうと思って <laughs> どうせ毎週やることだしどうせ毎週薄れていくことだし、うん いやもう、もういいよ、もうそれを毎週やりましょうあのね、もう自己紹介は別にいいさ、はい2人でも自由にやりましょう3週目ですよ、ええもう本当にありがたいことでねはいいやもう本当にこのスタジオも三密をまあ避けてねはいちょっとお届けしている、窓も開け放してねそう、今空気入れ替えしてますねうん、スタジオの方もで、こっちにもついたてがあって蚊取り線香の匂いするからもう本当にじいちゃんちなんですよそうなんですよ落ち着くんですよ、めちちゃ懐かしい匂いが懐かしいっていうか、まあそんなもうお盆とかの時になった この匂いが嫌でもかっこいい。<laughs> だからいや物から本当にすごい気になってますね。だから隣焼き鳥屋じゃないですか。ああ<ー>、ね、確かにね。焼き鳥屋か。焼肉屋,焼肉屋か。<laughs> 焼肉屋の匂いかなとも一瞬思ったんですけどね。焼肉屋にこんな匂いはしないよ <laughs> な。なんなんかなんか匂うなと思って焼肉屋さん絶対感じ刺さ,されないじゃん。<laughs> 今日のこのスタジオは。 あ、あま蚊取線香のね匂いが別に俺嫌いな匂いではないから全然まあ全然まあいいんですけどねまあ密ですって言われるからねそうですよどう今家でもそっちね転がってるからもうなんか逆に足腰がバキバキになってるというかあいはいはい多分いると思うけど他にも弾いてる人とかにもまあねちょっと足腰以上にちょっと気になることがありますよね何ねあの、あなたの顔ですよあな何あかっこいい あのまあねいつもかっこいいではあるありがとうございますあなたの顔はね違いますよあの何すかそのおひげああおひげよちょっと今 YouTube とツイキャス見てる人には分かるのかなあそうですねちょっとラジオ見てる人には分かんないでしょうラジオ聞いてる人か。ラジオ見てる人は直す人だなそれは多分修理する人だよ <laughs> そうじゃなくてひげね、うん、そてそうのも先週の放送でねうん、うん、ちょうど先週の月曜日から俺のバイト先のカラオケ屋さんが営業停止になったとあ<ー>コロナの件で。大変だ、うん、でそれでもうなんていうのもうお笑いの仕事ももうすばらくもないしもちろんその接客業も今もうなくなっちゃったからはい、はい、久々にちょっとひげほったらかしたらどんぐらい入るかなと思ったら。<笑><笑>あー まあこんな感じにあなるほどこれあれ百日にヒゲ剃る感じそういうことじゃない百日後にキリアマさんじゃないんだよ俺 <laughs> ヒ,ゲヒゲを剃るヤンビー <laughs> ヒを剃るヤンビじゃんもうあと数日したらまた剃るし <laughs> いやでもなんでなんで伸ばしてんのよ <laughs> いやでも本当に気分転換じゃないけどなんかなんか暇だから <laughs> はいはいはい暇だからもう早すしかないっていうもうそれだけなんだよねヒュー,、あのー、ージャックマンみたいだねって来てますよ <laughs> あざっすゆうせいくんヒュージャックマン、えー、あこんにちはって、うん ヒゲダンディあお笑いカレー大好きパラバさんありがとうございますありがとうございますね,ねうん、はい、そうかオフィシャルヒゲダンディズムってことかヒゲダンディーってどういうことじゃないだろう <laughs> オフィシャルヒゲダンディズムってことかあの人たちヒゲ生えてないだろう誰一人として生えてないのキングヌーだろどっちかっていえばそうなのよ <laughs> ずっ<と> <laughs> キングヌーのボーカルだろずっと思ってるそれはキングヌーのあの人 <laughs> ね<え>、うん、おじさんなんかもねなんか名前どっちかお覚えられないで大変らしいっすよ<え> <laughs> あのキングヌーとオフィシャルヒゲダンディズムさんは ね、あれはちょっと「ヌー」ってあれ呼べるんだと思うもんねあーまあまあまああれはまあそうねあの発音しない音があるから英語には<う>、うん、NOO とかでヌ「ヌー」みたいな感じで「ヌー」って言うのかなと思ってグーって読みそうだったよね、まあ、あれは難しいよね、うんうん、まあまあまあそういうこともあるんですけどねえいろいろ来てますよイケメンパンチだって彼 <laughs> 大好きなおばさん <laughs> 群馬の伊蔵さん「明日への光」<laughs> そうそう気になるのよだからなんだ、うん、明日への光って <laughs> なんか啓発セミナー的なはいはい <laughs> そ,うそういうそういうラジオもありますから <laughs> そういう方向性で浮き船は行くか、うん、シュ手,話手話おっしゃったとか言,う言い出すよ急にああ手話手話おっしゃいましたとかステッカーいやそういうのはないけど差し上げます <laughs> みたいな、えー、でも最近のニュースで参ったら、うん、気になったことはあれですよ<何>マクドナルドお<う>あれマクドナルドがはいあの全店舗 全1900店舗かの飲食店内の飲食を禁止したとああはいはいもう今後は持ち帰りテイクアウトと実はねちょうど土曜日行きまして俺あ行ったんだ行ったんだけどすごかったよマジであの塚山シティ山のざんのマックに行ったのよあこれドライブスルーが2列に分かれられるんだけどもう従業員が外にスタンバイしてるわけよえたくさん。 みんなマスクしてマジでスタンバイしてもう後ろに並んでる人たちにもうメニュー聞いてそこからうん、うん、でいつもだったらこのドライブスルーの受付口のところにレジをドンって置いてもう外からレジを打ち,打ち込む感じ<う>中に向かって、えー、マジで,でガシャンってレジスターが外にバンって出てくる感じ <laughs> <laughs> だからもうみんなもう店内で密集しないように<え>外で。 だからもう外でもう炎天下の中でやってるからもう下にマックの飲み物とか置いといてから水分補給するためにあんだもうみんな走り回ってからあそこの車の人注文受けたみたいなもううわ大変してたよそうなのだから店内では買えるのかちょっと分かんなかったけどあの日まではいやもうでも持ち帰りだったら多分持ち帰りの人なんだろう大丈夫だとは思うからいやでもそれがいいと思うようん俺の兄ちゃんが某 ハンバーガーチェーン店のああボウマンハンバーガーチェーン店の店長をやってるのであマクドナルドに比べたら高いところでしょ高いお高い,上品お,高いお上品なところの店長やってるんだけどう <laughs>、うん、もう前までドライブスルーとこの店内で食べるのが大体5対5だったのがもう今8二ぐらいーおー8がもうドライブスルードライブスルーでええー 一テーブル分ぐらい開けてからもうああ<ー>それでもやっぱ来る人は来るなみたいな話あそうなんだ,だからああモスはそういうこと言っちゃうんだお前 <laughs> 言っちゃった言っ <laughs> <laughs> ちゃったまあ別にいいけどね <laughs> 言ったとてみたいなとこあるけどななんとなく俺も濁しただけで <laughs> 完全に言っちゃったそんな別に、うん、ヤンビーのお,お兄さんがいるモスだって言ってそんな人がバーって来る、うん、俺に影響力ないしちなみにあの何点ですか ああのあっち言うんだ <laughs> 言お<ん> <laughs> 前趣里シ,シミュレーターの店長だったけど趣里石ミュタあ,あの新しくオープンしたところああ年か前かなそうオープンスタッフっていうかオープン店長はいみたいな感じでやってたあほうすごい人なんだ、うん、えモスかモスでもななんかあっち俺もライスバーガーのイメージしかないな もっとあるでしょまあまあライスバーガースタ発祥ではあるけど確かにそうそうそうライスバーガーのねあモスっていえばあれだあとあの何テリヤキバーガー発祥の店なんだよあそうなんだそうそうそうテリヤキってモスが最初なのそう一番最初に作ったのモスなんだあすげえ偉大じゃんそう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 だからモスがなかったらもうマックでも別の店でもテリヤキバーガーなかったかもねあじゃあちょっともうちょっと俺に対してなんかうん何 働いてるのはお前の兄貴であってお前ではないだろお前はカラオケ店でしょちょっと携わってるから間接的に携わってるう。もっと言うと兄ちゃんは別に発明はしてないからそうだよ販売してお店を仕切ってるだけそうなんだよ別に俺はそこまで立ち入る必要はないというそうなんだよねああそうドライブするめちゃくちゃ。 そうそうそう。モスクモスクはモスですよ。モスか。旧グシカワ氏のおれさん。モスかモスクは。で、俺は店長じゃないです。店長も俺の兄ちゃんが店長なんです。今日もグシカワ氏のおじさんボケてきますね。これは非常にありがたいことですけども。今日でのおメルボルンリーダーさんドライブスルーもめちゃくちゃ並んでました。うんうん。先なのに今シェイク話題だよね。プッチンプリン。ああ、あれ美味しそう。プッチンプリンのマックシェイク。 あれあれなんでしょカラメルソース別なんでしょどういうことあ別でかけれるってことそうそうそうへえすげえそうなんですよねあの、牧葉子そうそうそう牧葉子さんの CM でチン時代そうそうそう牧葉子さんの表情が面白いんだよなあれはね贅沢だななんか最近そういうあんま昔マックとかの CM で見ないような人たちがガンガン出てるようなああえそうなん大野智とかあ 牧陽子とか何か結構上の人たちが出るなと思って何、ね、だろうね若い人がいや行かなくなったのいや,、まあ、いや行くけどお<ー>なんかそんなイメージ最近マックの CM <ー>ベテランな人たちが出るなーってイメージそうかあとあれもか堺雅人さんもかああそうだなねあのサムライマックっていうやってたしうんサムライマックって俺ややこしいんですよ ど何がサムライ実はサムライバーガーっていうのがあって何それサムライバーガーのタイで呼ばれてる呼び名なんですけどこれがあのまさにテリヤキバーガーのことなんですテリヤキバーガーをタイではサムライバーガーっていうこと <laughs> だから確かにちょっとややこしいなそうなったらどっちってなってしまわないかなと思ってもこれ海外とかだったら日本では売ってるけどみたいなのあるさそのパターンじゃないのかそうそうそう,う別にタイの人タイで売らなきゃいいだけの話あ<ー>極端な話だって中国上海限定とかタイ限定とかそんな商品もいっぱいあるだろうああちなみに香港では照り焼きバーガーの将軍バーガーっていうらしいですよ香港では将軍バーガー香港では将軍バーガー でもだから万が一タイから日本に来た人がマックに行ってサムライマックっつってあ「あのサムライマック」があるじゃんサムライマック一つ」ってっ全然知らないのが来るんだそう,そう,そう,そう全然知らない味のハンバーガー来ちゃってクレームとかに発展しないかなっていう。 まあ、その可能性はゼロではないけど、多分少なくとも今はないだろう。<laughs> 今はないだろうけどさ。<laughs> 少なくとも今はない。<laughs> うん、まあ商品も変わってるだろうし、その頃には。いろんなバーーあるから。モスクワではなんていうの知らないです。モスクワでは知らないです <laughs> <laughs> モスクワでは照り焼きのことなんていうか知らないです。モスクワではもう照り焼きバーガーじゃないですか。モスクワってどこら辺だっけヨーロッパ。<laughs> モスクワはあのロシア。ロシアか。ロ,<シ>ロシアのモスクワか。<laughs> そうそうそう。あの辺か。チェスカモスクワ。 うん、あの頭のモフモフが今浮かんできた何頭のモフモフってなんかよく誰誰のモフモフしたのかぶってるイメージがある。ロシア人のイメージかモスクワって聞いて俺アルパカのこと思い出してるうだモスクワってそうだねチェルノブイリはチェルノブイリはまたあのロシアとは別なんだけど別の国だったけどどこか忘れたな国違うあれ俺ロシアだと思ってたあれ国違うよ なんかずっとロシア軍がどうのこうのみたいな都市伝説がよく聞くから多分チェルノブイリはまた別なんだ国がチェルノブイリはまた別だったと思いますだから東京電力って東京の電気だけどあ,あれ福島原発じゃんああ福島で作ってるからああ別に東京にあるわけじゃないっていうああ発電所がだからチェルノブイリどこだったかななん,な,んなんとかしたんだったような気がするんだけどアフガン アフガニスタンではないかな、たぶん。とかではないんだうん、たぶんそんな感じだったんですよね。ああ、そうそうそう。あアニゾーさん、さすが。先生ですわ。旧ソビエトだけど、今は別の国。へそう、ソビエト時代、ソビエトはソビエトはだから、ロシ前のロシアです。前のロシア、旧ソ連のこと。旧ソ連のこと、そうそうそう。そそうう、だから別の国なのよ、今。あそういうことになるんだねそうですね。これ このラジオで勉強になるとは思いませんでしたね,ね <laughs> つかもうあ日の日、ね、いいですねあ NHK 教育でやりたいですわそんなことナイツの花輪さんとかも出てるねあ,あれじゃないあのー、前ちょっとご飯マックってのあったそうだよそ,うそれこそモスライスバーガーみたいな俺食べたけど食べたね美味しかったよあマジで俺食べ,<に>食べたかったんだけど全然機会がなくてもう終わったのかあれあれ終わってんのよも,のもう、うんウキは別にモスクワには行かないけどな、うん、あ ウクライナウクラかあ<ー>あなるほどねああそうなんですよね、うん、別の国なんですけどマックでいったら、うん、あの俺マックフルーリーが好きああマックフルーリーねマックフルーリーあ特にご飯も食いたくはないけどシェイクって感じでもないって時にマックフルーリーかな時にそうそうそう <laughs> マックフルーリー昔結構量あったけど今小さくなってるのうん、ね 昔なんかもっとたくさんあったイメージあったそうそうそうでもそれはもうマックフルーリーに限ったことではないでしょではないけどもあのだからクッキークリームあるじゃないですかアイスクリームのブルーシールとかでも売ってると思うあれで食べる時のクッキーってだからシナシナじゃないですかまあねもうちょっと味はするけどだからちょっと食感があるあのマックフルーリーザクザクのねあれ衝撃的だったのあれめっちゃうまかったあれはうまいでまあ一部の人からなんだけどあのポテトに マックフルーリーつけたらうまいっていうでもそれはありだと思うよマジで甘じょっぱいしウソよくポテチとかであるさチョココーティングされてるようなああいうのと一緒よ本当に甘じょっぱいよ俺も一回なんかジョイフルかなんかでやったことあるよいろんなとこでできるんだあれ一応通にマックフルーリーに限らずアイスとかつけてははいい うん普通にそれはうまいけどああまあそう意外と美味しいってことですねそれが、うん、でも<そ>うんそっかあれでも俺許せなかった食べ物が一個あってそのポテトに関して許してあげるもういやもう許せない本当に許せなかったのかでも時効でいいやしてもいやあのだからポテトを、まあ、言っていいって許してあげるんです <laughs> な,なんでそんなに何で,でそんなにえっ何だなの何か,かされたの何かされたの何かされたのというか何別に親殺されたわけじゃないけど <laughs> いや、許せなかったんですよだから食べて許してうう <laughs> な本人はそんなつもりなかったよなな意思あるわけねえだろポテトに <laughs> ポテトチップスに何何あれはあコイケア、あの小池屋分かるあの<あ>、小池屋のポテトチップスがあ,あ,あのショートケーキ味 <laughs> ショートケーキ味のポテトチップスを販売してて <laughs> ままあまあだから、そういうようにね意外と甘じょっぱくて美味しいよとかチョコレートをかけたポテトチップスとかも売ってたりしたじゃないですかあああーいう感じなんだろうなと思って、うん、食べたらもう本当にショートケーキの味で気持ち悪くて <laughs> もう1枚で止まっちゃったんですあー。 あれちょっとなんか大手メーカーって定期的に迷走するよそうなんだよガリガリ君とかもそうだったけど <laughs> ガリガリ君はどうなのかなクリームシチュー味だったか <laughs> コーンポタージュ味だったかなんか急に「どうした?」ってそうそうそうな <laughs> ったのあったけどそうそう,そうだから本当に意外と美味しいんじゃないかっていうのをなんか頭に入ってやっぱ商品としてもう売られてるってことはもう審査は通ってるわけだからそうなのよこれで行こうっていうメーカーの判断があったにもかかわらず食べたらちょっと <laughs> 気持ちち悪くなっゃメーカーの人たちってもうお笑いでいうとかもうの狂音なんだよなそうそういろいろ試しすぎてもういきすぎちゃって何周も回りすぎてこれがうまいってもう下になってるかもしれないもうそろそろね CM も行きましょうかじゃあもう行きますい。ということでもうメッセージもどんどん送ってくださいメールアドレスはオリジン「m a r k f m n h j p べて小文字で origil アットマーク FMNAHA.jp となっております。それではでは一旦すどうぞはな 今「オリジンアワーオリジンチャンプルー」は平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎「ツイキャス」「ポッドキャスティング」ならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのように」 明日の光をつかめ、オリジンチャンプルー月曜日。まあ、ということでね。何それ、えー、はい、あの、まあ、元気に頑張っていこうよ、<の>月曜日からということで、えー、やっていきますけどもね。<え>はい。何でそれ。あれ。あの、先ほどの、あなたのセリフ、忘れました。あ、なん、なんて、なんて言った、お前。明日の光をつかめ。って。言いましたけど。ちゃんと。つかみ取れ、明日の光だよ。あ。<laughs> <laughs> つかみ取れ、明日の光だよ、確か。 確かってなん何<か>でお前も覚えてねえんだよ浮舟のオリジンチャンプル掴み取れ明日の光サブタイトルだからこれちゃんとサブタイトルだから <laughs> 先に来ちゃダメなの <laughs> 先に来たらちょっと変わってくんのよ知らねえよ <laughs> 勝手に決めたのそっちでしょうよ勝手なことするのは 簡単にうそするなとりあえずお前はすいませんねコーンポタージュ味うまかったってよああそうですね小池屋さんにの僕は悪いイメージは持っていないので僕は本当にカラムーチョ大好きなんで小池屋に親殺されたんでしょいやもう親はピンピンしてますピンピンしてる大丈夫なもうポテト食って元気に寝てますに。ゴロゴロしてます今大丈夫ですねね大丈夫ですかはいはいすいませんはい

どういうつもりなんでしょうね、もう本当に全部終わらせきれませんとのことで、はあ、もう、あ今日は学校でしか会えなくて、うん、連絡先を持ってない人が誕生日で、ちょっと迷いましたが、うんうん、勇気を出して、手紙を出しました、ね。おっ、えらすごいね、手紙って、LINE じゃなくて、今日届くように前もって出すのではなく、今日出してしまったのが個人的に残念です。まあ昨日その人の誕生日を思い出したっていう自分の合わさに呆れましたね。うん、では、課題と家事のため、あ家事のため、ここらでー。 ババイバイとというこですごいね古風だねまた手紙ってああ今時ねまあだから連絡先知らないっていうことで、うん、ああそういうことかもそう思ってないから手紙逆にその手紙送れるってこと住所を知ってるってことだからね,ねそうなんだよねそこはまた珍しいというか、うん、もうあれじゃないあの年賀状とかも出さなくね年賀状も小学校以来出してる、ね、だねら でも年賀状急にだから俺友達から住所聞かれてああ何のためっても聞いたら年賀状のためって言ったからあ,あそうなんだそうそうびっくりしたのよだからで住所教えるのも怖いじゃん今まあそうだなこのご時世はそうそうああ何に使うつもりかと思って正直もう明けましておめでとうございます、うん、もう今 LINE で全部済ましちゃうもんななでそんな,なんか手,手紙ちゃんと書くって偉いね偉いなもうこれ、うん、手紙の書き方とかももう分かんないもん 背,背景背景締め<景><景>は締めは敬具敬具でいいのか、うん、前略って言ったらそう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 かとか,なんかそんなのも国語でいっぱいやったけどなもう全然覚えてないな、うん、書き方も全然覚えてないわ本当に背景手紙書くか、うん、手紙、うん、どなたに誰に書こうかうん書くとしたらよ誰がいいもうせん先生とか まあそうなるのか、うん、やっぱりなんか分かりやすいところで言ったら先生とかに書くのが一番先生うーんそっかでもちょっと待って先生の住所も分からんもんこれいや俺家知ってるからポストに入れるけど <laughs> <laughs> あなるほどゆ郵送じゃなくていいんだそういいんだよ <laughs> 郵送じゃなくてあうう気持ちだから、まあ、手渡しだとまたちょっと違うから とりあえず一旦形だけポストに入れといて投函しといてゲタ箱があれば分かりやすいんですけどゲタ箱ゲタ箱があれば分かりやすいですけどねあのあれかよく学校とかでそうそうそうゲタ箱かけたら「好きです」って書いてあるっていう LINE でね LINE でいてる？携帯置いてるまんま携帯置いてんのそうで 告白するっていうしああそうようん本当に好きです付き合ってくださいって言ってそれケタ箱にパン違う違う違うだから送りゃいいじゃんホーム画面が開けないなんでってのでロックかかってるからさ誰のかかわらない当たり前だろ指紋認証しないと無理だもんだすごいな1通3万円ぐらいの手紙があるじゃんあ携帯代が 端端末末代代がね。もっとするか端末って六 <laughs> 万はするか三万は違うあれだ六万はするポケットワイファイだ <laughs> <laughs> ポケットワイファイが万いつも,も持ち歩いてるもんで <6万 S 1> ポケットワイファイはね無料で手に入れたやつねう<ー>んそっかこの前六万円かあのなんか<う>んおじいちゃんが携帯を買った話でなんか六万円あの普通みんなそのおじいちゃんは誰 いや、あのー、普通にネットで見た話だからの俺のおじいちゃんではないんだけどおじいちゃんがあの携帯が6万円すると、うん、で、あのー、普通我々だったらまあ分割でまあ支払うんだけども、うん、おじいちゃんの場合はあの支払い終わる頃に生きてるか分かんねえからっていうことで一括で6万円で買ったっていう話があってこれ好きだったな <laughs> あちょっとまあブラックユーモアじゃないけどい <laughs> 一括で6万円で払って買ったってお話が <laughs>。 意外とおじいちゃん持ってたりするからなそうなんだよね6万円パッと払ってたりするあそうだよねまあ、うんうん、でもいいじゃんてかおじいちゃんでそういう iPhone とかそういうの使えるっていうのはすごいいいんじゃんボケ防止にもなるでしょ、うん、そうよねだからその LINE 使いこなせる人ってすごいねじゃ、うん。うん我々俺らもでも LINE 始める頃始めた頃って覚えてなくねちょっとなんとなく覚えてるけど何かみんなが急にこういう LINE っていうアプリがあるからジャンビーも取ってみたいなそうそう あなんでそんなのがあるのみたいな無料でどうのこうのみたいなうん、うん、できるよみたいなああそうなんだって言ってなんとなくで入れられてらそしたらなんか学校全体の何,はは何,何百人っていうグループ LINE とか招待されて <laughs> <laughs> あそっかあもうあれか高校時代にすでに LINE があったんだ 1> 高1の時にもっていうか中3卒業するぐらいに iPhone 買ったからええー 4S え前もこんな話したっけしたと思うしたっけ <laughs> いやだから全体 LINE でやってって感じでえじゃああれあの学校裏掲示板とかそういうの触んなかったタイプいやーそんなのは俺らの頃にはないないよねなんか中学校ぐらいの時はなんかちらっとそういうのがあるみたいなのを聞いたことあるけど別に俺なんかの頃にはもうないなうん、うん、そうか俺らの頃だから LINE ないからコミュニティってそういうとこだったのはあ そうなんだよだから俺大学の頃だもん LINE ができたの裏掲示板ってもう俺もう完全にあのイメージしかないよあのドラマとかでよくあるいじめの、うん、そうそうそうもう、うん、いろんなやつの悪口とか何か,かそうそうそうつな生意気だよなみたいなそうそうそうそんなイメージしかない本当にそういうイメージです <laughs> えっとこれは何あのもういつメールが来てるんですけどもあ読むこれはあはいはい <laughs> そういうことね どうしますこのメールさ、最後に取っ何 <laughs> ですか、<laughs> かもったいぶること <laughs> いや、いやもうせっかくメール来てるんだったら、もう、読んで分かったんですわ。<何>これは洗礼ですよ、われわれに対しての。 ですあお前がそう言うんだったら俺まだ内容ちゃんと見てないからあそうですかそんなに言うんだったら最後の辺にっとくはいもう最後の辺けぐらいでも言うかそんぐらいがいいと思いますよ分らんけどまあコメントもいろいろ来てるね33歳の時に初めて LINE 知りましたとか学生時代 LINE あったら楽しかっただろうな99しかしの俺さんとかあまあそうねだから今同窓会の連絡とかもそれでできるんじゃないそうそう今もうそんな感じよ誰の知っっててるもう っってって感じじゃないのそうそう,そう結婚式とかやるにしてもそうなんですよねそんなのでいいわけだからもう,そう結婚式の招待状も LINE でなんかそれこそさっきの年賀状と同じ形式であの住所だけ送ってくださいっつってでそれからあの届きましたからねちゃんとああ律儀だなそうそうちゃんとね <laughs> LINE だけで知らせないよそれは Yes or No で <laughs> よくないかって思うけどねいやいやいやそこはでもしっかりしないとっていうのはあるでしょああ多分成人した時はポケベルだったとしょうもないとポケベルしかわしの俺さんよポケベル見たことない毎日あれ数字で要は語呂合わせじゃないけどんかやるやつでしょそうそうそういまいちあれよく分からないんだよね俺も分からんそっかポケベルポケベルは見たことがない 実物をなちゃんと見たことないもうほ、うんとにもうほんとに俺子供の頃からお俺の年でももう携帯あったからねうんまああったな小学生ぐらいの時にはもう親とか兄ちゃんたちが持ってるっていうイメージだったなだからもうほんとに持ったことがないですね、うん、携帯携帯しかねえー、っとねあのー、ちょっと話変わるんですけど うん、話変えちゃだめみたいな空気出してる今変えたかったら別に変えたらいいんじゃない <laughs> いやそうねちょっとそうかハードル上がるなそうしたら別に色変えて色変えね。何何何何、ね、変わるってよみんな話がそんなにそんなにピックアップしなくていい<ー>別に <laughs> そうしょうもない話だからはい何あれはあのー、あのー、この間ちょっとなんかお,お笑いのネタみたいな出来事が家で起きたんですうん。 あの妹がグラタン食べようとしててああであの電子レンジで温めるタイプのグラタンなんですけど、うん、それであの電子レンジ開けたらなんかカニカマの天ぷらが入ってたんですああ。でカニカマの天ぷら入っててであのまあ取り出したんですけどああそれがあの誰も温めた覚えがない <laughs> カニカマの天ぷらだったんですねお、はい、俺も妹もであのー、これ何なんだろうと思って、うん、で母親が帰ってきたんですよはい、はい、そしてあのカニカマの天ぷら見てこれ3日前にあっためたやつだっつって今思い出したって言って <laughs>、うん、<laughs> であのー、これよくよくなんか同じ状況ネタで見たことあるなと思ったんですお笑いのああ誰かのネタでっていう誰かのネタで見たことあるなと思ってあ,あ,あのー 考えたたたらあれででしし<何>金丸さんでした<ー>分かります中高年金そう <laughs> 中高年のあのいつの「ちん」だったかしらのくだりがあるんですよ<ー> <laughs> 綾金丸にそれがもうお母さんに起きちゃったともうあおか中高年だって <laughs> うわもうそんな年なんだうちのおかんみたいなっていうことが起きたんだね話なんですよ あーまあ、たまにあるけど電子レンジおかず温めてて忘れちゃうなんてこと忘れててってでも3日ですよ3日はちょっとてか逆に3日間電子レンジ使わなかったんだな <laughs> <前>そう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 それにもびっくりして俺らああ3日間誰も開けてなかったんだ <laughs> 結構使うと思うけどな電子レンジはんでだろうねしかも家にいるんですよこ,このご時世ずーっと誰かしらが家にいるはずなのに誰も電子レンジ使わなかったって またカニカマの天ぷらって、うん、そうカニカマの天ぷらが入ってたんです美味しいけどねあれも普通の普通にカニカマの天ぷらが、うん、いやーもうだからこんな風に年取ってくんだなっていう悲しいなお話でございましていやでも俺も悲しいな,なんかこれはもう何なんかでも言葉が出なくなる時ない最近あーでもお前はないか俺いやまあ別 <laughs> <う>ある,あるな,なくはないけど そうそうあもうお前そんなとこ来てるなもう <laughs> 来てる, <laughs> 来てる <laughs> あそうなの来てるもうだからツッコみたい時あるじゃないですか,なんか先輩がふざけてきてツッコみたい時にあ,のあれあれですよあれそれですよみたいになっちゃうあれ単純に頭の回転が悪いだけだと思う <laughs> そうなのかな<うん笑> <laughs> 俺らの場合はいやえー、年じゃない出る人は出るでしょさらさらワード <laughs> 引き出しが少ないかそれどっちかで <laughs>。 な30だろお前言っても今年、うん、30, 30だろ大丈夫三十だけどいやどん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 ,どん自分の能力の低さを年齢で言い訳しようとするんじゃねえじゃ脳細胞死んでないかなと思って死んでないよ <laughs> 死んでるからこうなってんのかなっ俺がツッコミで叩くために別に死んではいると思うけど <laughs> そうだよいや,いやそうだよっていうかそれを機にりとかじゃないよな そういえばあの,あの辺からおかしくなってきたのとかないよないい <laughs> いないない3年前 <laughs> 多分ないですコンビ組んで <laughs> あそうかコンビ組んでからだってお前それまで叩かれるツッコミしたことないんでしょあないされたことないんでしょそうだないわそうだよああ <laughs> 俺がたたいた方がよくないですかみたいな全部出るからあーあーそうかそうそう,そう ちょっと嫌がった嫌がったけどいざお客さんの前だったらバカウケしたから味しめて自分からちょっと今回のやつはビンタ入れようぜとか言い出してくれそう,そう,そう,そう <laughs> 手のひら返すのうまいなと思って、うん、<laughs> ビンタが受けたんすよだからこれまた初舞台でだろそうななんでしょうねやっぱあれなんでしょうねあの完全懲悪をお客さんが求めてるというか <laughs> 今までのだから俺のこのキャラクターをあのそのビンタ一発で 成敗してくれるんですよ多分 <laughs> みんなが求めてたっていうところだなすごいよな皆さんが <laughs> みんなの心が一つになった瞬間だったなそうそうあれはまさにワンチームだってだ <laughs> ビンタでね,ね<ー>、うん、いやビンタじゃん頭じゃないんだもん脳細胞死なないよそれじゃあビンタから来るみたいなそういうのない、ね、ないない <laughs> 振動で振動で頭揺れて脳振を起きたとかじゃないんですよ別にそういうのないかあのワンピースのジンベエの、うん あの魚人空手の奥義でブライカンっていう、うん、<の>知らん知らん知らんもんめちゃくちゃでかい <laughs> んなんか海坊主の体を水が貫通するって技がある知らんってだからワンピース知らんってああそ,そういうのから俺だってつい最近だよ三時にあの名字あるの知ったの遅っ <laughs> つい最近だよ俺 <laughs> ビンスモーク三時だよビンスモークっていうんか今ってそうだよ三時ビンスモーク三時三時は三時だろうって ずっと思てうしょがないみとかはしょうがないさ戦争孤児だからあそっかそういば戦争孤児で赤ちゃんの時だからもう親とかもわからんから苗字ないのはもうあウソップとかもわからんけどさウソップウソップはウウソップじゃないの違うよだってあれでしょ父親ヤソップでしょいやソップだけど違うウが苗字じゃないのあれ父親めちゃくちゃ強いんだよお前いや知ってるよあれその頃は見てるから 今でも日らいい使わなことあるよって何が電子レンジああはいはいはい安全調和ね制御できるのはヤンビーしかいないってそうですね僕が何かあった時止めるのはヤンビーです99しかわしの俺が30ってまだまだだぞ生意気だなってまだまだ全然大丈夫ですってわらばあさんも確かにね俺より年上の人から見たらそうなんでしょうねうん くんよ。あれから40年ってどれから40年よあ,あれですよ、あのー、綾小路金丸さんのもう枕言葉ですよ。あ,<ー>あれから40年。あれから、そっちその時か。もうちょっとその綾小路の話も忘れて、ね。昔ベンツに乗ってた人は今ベンチに座っております。<laughs> 昔ロールスロイスに乗ってた人は今は火の車に乗っております。すごいな、ちょっとお前のそのグラタンのくだり、うん、<laughs> でちょっと探りが入ってるな <laughs>。<laughs> さんが、うん 群馬の人蔵さんが三 a のグラタンかなと思って。9B しかしの俺さんもグラタン<笑><笑>よーし話を書いてみろって。まあまあ、あの正解はコープです。ああ、コープか、うん。<laughs> コープのグラタンでした。コープ黒馬のポークっていうい口言葉があるよ。<laughs> あ、言いづらいかも。コープ黒馬のポーク。3回連続、えーコ。コープ、コープ黒馬のポーク。コーク、コープでしょあ、本当に。小学生の時に。 コープ国コクバ <laughs> のポークコープコクバのポークコープあ,あ言えないもうい,いや <laughs> <laughs> やめようじゃそれで言ったらお前ネタみたいなことかもしれないけど俺は本当にこれ現実でそのセリフ言う人いるんだっていうのあったよ何それカラオケ屋さんで <laughs> 俺が今年の2月にバイト始めたんだけどはい、はい、同時期に4人、うん、俺含めて4人ぐらい入ったわけよ うんうん、で新人さんで,ではい、はい、その人と一回2人2オペあ<ー> 2>, 2人でお店回してる時に俺がまあ掃除とかしてて、うん、でその人もまあ慣れてないからいろいろちょっとちょくちょくなんか変なちょっと天然な人でもあるからその人新人の女性の方なんだけどうん、うん、なんかね、うん、うちの店予約できるんだけど、うん、珍しく直接お店に来て予約しに来た人がいるわけよ。 あ珍しいね、普通電話で予約とかがそうなんだけど今日のちょっと夜ぐらいに行きたいんだけどって、まあ、男の人2人、うん、2> まあ何時何時で,でその場合って大体まあお客さんの名前電話番号、うん、でお時間でまあご利用人数とか、うん、まあ会員カード持ってるかどうかとかそういうのをメモしないといけないんだけど、うん、まあ先にまあお客さんが今日の何時からまあ何名でまあ どうどんどんどどうどうでって先に説明から入るから先にそっちから書いしまうけど名前と電話番号後回しにするわけ <あー S 2> 最後に聞くんだけどこれ結構初心者店員あるあるでうんうん名前と電話番号聞きそびれそうになることがあるんだけどその女性店員も何か作業しながらお客さんが急に来てうんうんそれ対応しちゃったからもうちょっとわーってテンパってやっててうんうんでその男性たち その何時から何時、えー、何名でって、うん、もうそれだけ伝えて、うん、であもう予約できますよってなってそれ書いてる途中に「うんうん、じゃあすみませんお願いね」って言ってそのまま立ち去ろうとしたわけでお店のドアガチャって開けてもうそのまま階段を降りていこうとしてるところにうう女性が「ありがとうございました」「ああちょっと待ってくださいせめてお名前だけでも <laughs> <laughs> 追いかけて」ってから <laughs> あこれちゃんと言う人いるんだろうって。<laughs> 初めて聞いたの掃除しながら俺後ろバッて振り向,かい,振り向いてえマジで言ったのうんもう多分ちょっともう本当にえテンパって自分の多分頭の中にあるその引き出しをそれ今この状況に合った引き出しをとりあえずバッて開いたらそれが出ちゃったっていう引き出しに町娘いたんだそう <laughs> 町娘がいたせめてお名前だけでもちょうど結構柄の がたい感じの男2人ではあったけど聞かれる側ではないようなっていう感じの見た目の2人に聞いてたけど本当に言う人いるんだ <laughs> あ<ー>あでも俺もなんかコールセンターで本当にそんなこと言う人いるんだっていう話あったんだけど、うん、それはもう CM の後でなんでよ <laughs> またがんでいいよこんな話 <laughs> いやもうお楽しみでしょうみんなそわそわしてるもうもう楽しみにすんな <laughs> <laughs> もう今ので今のでいいんだよ、もう終わり。えよかったあコープ黒板までは知ってたけど、ポークまでは知らんかったって。おはいはいえいいですね、平日の楽しみですって。あありがたいですね、そう思っていただけるのはね。ありがたいね。本当にハードル上がってんじゃねえかじゃあ CM いきましょうか。もうメールもねまだまだ募集してますし、さっきのメールもありますしね。それではメッセージの方はメールアドレスは、オリジンアットマーク FM78 あごめんめっちゃ噛んだなコープコープ言ってコープ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 コークバオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております一旦 CM です f m n a 7 8 0メガヘル 今オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね何かを待つかのように ちょっと今声入っちゃいましたね。<laughs> <laughs> まあまあそういうね、かわいいミスもありますよ、ま我々は。<laughs> <laughs> 我々はね、新人なんでね、<えー S 1> すいませんね。うこういうのも訂正しながら、反省しながらね、やっていきましょう。よさあ、メール来てます。はい、はい寿パンチの皆さん。ヤンビー <laughs> ちょっと待って、ちょっと待って。何早くね <laughs> 早くねって何これあのいつもおなじみのなんですよ、これ。 わかります？あの早くメール読みたいんだけど、<laughs> う,うだうだ言ってるで早く <laughs> メール読みたいんだけど何言いたいことがあるなら、いやどっちが読みますこれ？あじゃあもうそんなに言うんだったらお前が読んだらいいぞ。読みますか？<laughs> はい。<laughs> 行きますね。はい。じゃあじゃあ,あのー、まあヤンビーはあの気をちょっとあの引き締めといてくださいね。何？<laughs> 行きますね。<laughs> はいはいはい。ええー、こたぶきパンチの皆さん、ヤンビー大城くまさんお疲れ様です。旧牛河氏の俺、略して旧牛河氏の俺です。略せよ。 <laughs> ところでかなり意外かもしれませんが、はい、旧串川氏は一足お先にヌルヌルです想定内です<笑><笑><さ> <laughs> 想定内 <laughs> 想定内です大丈夫です <laughs> さて下っぽい話はこのくらいにして、うん、ところで今月から月曜オリジンチャンプルーのパーソナリティが浮船になったそうですね、はい、おめでとうございますありがとうございます、ね、さて今週で三回目の放送となりますが、うん、俺は浮船のラジオまだ聞いたことが有馬記念あれ有馬記念なの <laughs> いやありませんありませんねはいこれではまるで浮船のラジオをまだ聞いたことがないようなものですうんそのまんまなんだけど <laughs> そのまんまよも実はラジオを聴いていないことには理由がありますあ、まあまあしょうがないよね理由があるなら今月から勤務時間が変わってしまいツイキャスに,に参加できなくなってしまいましたあらららら,ら2リーということで軽く自己紹介したいと思いますあはいお願いします,まあそうですね、はい、旧櫛川市の俺と言いますはい かなり意外かもしれませんが本名ではありませんああもうそれも想定ないです <laughs> 分かってますよそれは <laughs> 本名ではないでしょう、えー、5人家族の大黒柱ですああ立派にお父さんやってるんですね大黒柱といっても下の話ではありませんいや分かってますよ年齢は秘密ですあ、ね、夜の趣味も秘密ですあ気にならないね別にそれは 昼の趣味は車いじりとジョギングですああいいねかっこいい大人だ夜の趣味は秘密ですああもう聞いてないって <laughs> メールが長くてあちこちのラジオで面倒くさがられています <laughs> <laughs> ええそうなんだ <laughs> <laughs> そ,そうなんだ <laughs> そんな旧具川市の俺ですが、はい、短い間とは思いますがよろしくお願いしますなんでよさて前置きはこのくらいにして前置き長っ <laughs> 来月は浮舟がこのラジオをやっているか分かりませんがやってるよ今週は必ず笑わしてくださいねはいいや笑わしてくださいね分かったもんねんすなあ言い忘れてましたがはい笑わしてくださいねいいよ言い忘れてないよもうところでパーソナリティの皆さんは気づいてないかもしれませんがはい初メールの旧串川市の俺でした嘘ついなり寿司いなり寿司, <laughs> 稲荷寿司 今最後まで読んだんですけどいなり司だけ全然意味が分からなかったすごいなえとうとう来ましたね俺さんが来たね聞いてたよ俺もねオリジンチャンプルーで噂には聞いてたんですけど聞いてましや本当にね俺もどっちがこれ読むっていう多分だから2回3回やってますけどいつか来るよと。 どっちがこのうまりやるって,ってちょっと揉めてましたからね <laughs> 揉めてるというかまあちょっとスタンバイはしてたけどねえー、いやさすがですねえもうあのプーキーさん殴れっていうのがもう <laughs> あれは個人的に好きだったから <laughs> 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 さて、えー、って言った じゃあ、そっしょうさんがね。うん。あと2つ欲しいね。っていうやつね。特に俺ね、このメールが長くて、あちこちのラジオで面倒くさがられていますっていうのが、やっぱりなって思いましたけど。ああ。いやー、面白かった。ちょっとあれですね、ちょっと訂正があります。最後のいなり寿司なんですけども、かっこいなり寿司でした。かっこいなり寿司読み方間違ってたみたいです。じゃあもう 今日で最後というまるまる今日で最後か首かこれ首案件かん急車かわしの俺さんも俺なんかそうですねちょっと短い間っていうことにかっこいいなりずしかっこいいかっこいいなりずしかっこ必要不可欠いいかっこいいいなりずしってだよいいじゃんもうかっこいいなりずし俺昨日食ったよいなりずし食ったあのシーミーだったあそっかシーミーかそうシーミーでまあでもいつも通りやるわけにもいかんからもう本当に 墓にちょっとだけあ、はい、下げ物してはい、はい、うさんでしてもすぐ帰ってきてああそっか向こうで食べるとかしないでも家でに持ち帰って食う<ー>って感じまあそうだよね、うん、だからそんな美味しかったいなり寿司が美味しかったななりも美味しかったし肉も柔らかかったし <laughs> 天ぷらもなんか今回の重箱美味しかったなんかあれじゃね外に振られてないからじゃな、ね、い外気に触れてないから より美味しい状態で食えたんじゃない,いや、外で食った方が美味しいです。いや、言うじゃん。そういうふうに。だから、あれ、まあ、お前、あれかんあれだな、お前。なんだあれフェミニストだな。違うよ。<laughs> どこでフェミニストだと思ったのよ。<laughs> <laughs> 違うよ。そうそうそう じゃあだからなんかシーミーフェミニストかなと思ってシーミーフェミニストってなん…フェミニストの意味分かってないなさてはいやなんとなく分かってるよいやなんツイッターでよく見るからこのワードとその手の文章そうでしょツイフェミでしょうんいろいろ見るからんかみんなあすごいいろんなこと考えてるんだなっていつも思ってるうん一番なんかさシーミーに対してなんか言いたいことがあるんでしょお前はツイッターの正解だったな今 今、あのー、そうですね、すみません、あの、パトーカーが通るんでみんな静かにしてください。いや、別にいいよ。<laughs> パトカー聞く時間とかないんだよパトカーが <laughs> 通るので。通るので、みなさん静かにしてくださいって、なんかそれ。<laughs> その救急車通るんで、みなさん、道、左端にちょっと寄ってくださいみたいな。うん、静かにしてください <laughs>。そんなのないわけよ、別に。<laughs> 大名行列の時はみんな静かにしてたから。江戸時代は。<laughs> 別に大御所ではないよ。<れ>大名です、あれ。<laughs> てます怖いよあの人たち <laughs>、うん、いやねだから窓開いてるから聞こえるんですよ <laughs> いやまあちょそうだけどな何外ってそう睡眠の話でしょ <laughs> ああだから外気に触れてないからじゃないっていう、うん、あのだからバーベキューとかもあるじゃないですかああうんバーベキューとかもぶっちゃけ海近くで風吹いたら砂まったりとかして、うん、あんまりどうなのっていうなんか美味しくなくならないならない、うん、なんか じゃじゃりじゃりするじゃないですかしねえ食べたらじゃりじゃりしじみみたいに言うのじゃりとかしじみみたいだからんかだからその雰囲気を楽しむもんだなと思うんですバーベキューとかはシーミーも含めてねああまあまあそれはあるあるけどさ本んにおいしいものを食べるんだったら室内がいいと思ううんまあ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 室内で食べたらいいけどいいけど別にまあそうそう思う人もいるでしょうよ だ,だからまあ,あの雰,雰囲気を楽しもうっていう話、うん、<laughs> 雰囲気楽しもうだったらむしろ外だろ <laughs> そう,そう料理を楽しむんだったら中よ <laughs> お前シーミーにそこを求めてんのシーミーシーミーのお前そもそものああ<ー>ねシーミーには,はそうかまああのー、だってあそこお墓の前でね、うん、みんなでご飯食べることがに意味があるわけだからあれはああいやシーミーにそこは求めてないですよ うん、料,料理の美味しさとかそんなにだから外で食った方がやっぱシーミーっぽいよねっていうのはあるからだから雰囲気を楽しむわけじゃないですかああこれはバーベキューを持ち込んでくんじゃねえの <laughs> 今どきあれだよシーミーでもバーベキューするお家はあるよえマジでうんていうかうちもいつかはそうしたいやっていう話してるよおすげえ先週だから俺なんかもう今地べたに座ってないからな ああえなんか雰囲気楽しもうっていう割にはキャンプ用のテーブルと椅子とか持ってきてからお <laughs> すげえ、うん、うちは結構そういうの揃ってるからあ新しい、うん、いいじゃんもうそろったらさもうみんなもう年齢上がってきてるからあ,あの硬い地面にブルーシート敷いてやて <laughs> 膝<が>もう足腰がねがみんな痛いしい腰も悪いとでもうう俺全然いいと思うけどね とりあえずご先祖様にみんなが元気な姿見せれたらそうだよねもうちゃんとうさげてうんなんかいろいろと変えてった方がいいよねうんそ,うううそれはもうその一族の上の人が決めてったらいいんだようんそう,思うそうなんだよねこういうのやりたいってホットプレートにしなさいってあまあホットプレートが一番いいかもホットプレートかまあそうだな火煙を起こすのがね だってなんかね煙とかもなんか迷惑とかいるでしょ、うん、多分俺がまだ本当に生まれたかどうかぐらいのころはもうじいちゃんが、のかさおじして集めた落ち葉で焼き芋やってたりとか、うん、あーいいね昔はそういうのができたけどねっていう話はちょくちょく聞いて,<ー>聞いてたけどまあ今ね、ね火使ったら、うん、あお子供もない殺されるからな、殺されることはない火使って殺されるな<ー>どこの国家なん。それ ソビエトじゃん。ソビエトじゃね。そんなゃん、お前。うん俺もないけど。失礼だよ。なんか知らんけど。いや、ソビエト。いや、でもソビエト。小池屋にもお前、喧嘩売ってや小池屋さんは美味しいポテトがあります。カラムチョ大好き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 だから俺は。今度はお前。じゃ、ソビエトはもうないからいいんだよ。別に。なんだったっけロシアのあの伝統的な料理。揚げ物。ピロシキあ、ピロシキか。うん。お前、揚げ物。 嫌いなの <laughs> なのんで <laughs> あ揚げ物に対する敵がすごいなじゃあいや別に俺揚げ物嫌いなわけじゃないよ、うん、ただまあ友達であり敵でありっていうところはあるかなえ <laughs> マジで <laughs> だってさあえお前揚げ物友達であり敵でもある <laughs> いやだって美味しいでしょうん美味しいよ美味しいけど太るじゃないですかあ<ー>だからなんか、うん、罪悪感を感じるんですよ一応これでも。 この,この体型でもね<ー>うんまた夜中に食っちゃったなとかあるんですよなんだよそれお前正直ちょうどより今なんかガンダムシードとか YouTube で公式で1話2話とかあったから見てたけどうん、うん、主人公と幼馴染敵だからな、うん、<laughs> 敵であり幼友,友達でもあり <laughs> 敵であるじゃあ俺はあれガンダムシードと同じ立ち位置なのそう俺と揚げ物 キラヤマトとアスランだよキララヤマトとアスランの立ち位置だよなんだその立ち石お前<笑><笑> <うん S 1> いごめんなディスティニーでいうとこのアスカシンとステラみたいな <うん S 1> ステラはもう友達というかもうちょっとまあ恋愛対象になってたけどねわ <laughs> かんねえんだよ俺も <laughs> アニメ全然見ねえから, <うん S 2> だから言ったじゃんだからビーンスモークサンジ最近知ったってうん,うんだからもうなんだろうなアニメ全然見ないもんな本当にスカートうん えー、でもねあのー、なんかサンジがあのフランス革命に関わってるっていうあ,あのー、なんか裏,裏設定はあのー、YouTube で見たわフランス革命に関わってるフランス革命をなんかなんんかだったっけ、えー、とモチーフにしてるっていうあれは見たえこれエンディングいくの <laughs> <laughs> いや知らんけどさ <laughs> <ー>いやでも確かになと思ってあのー、なんかあ悪魔いやまあディアブル ジャンプっていう技があるよ確かに悪魔の足みたいなそうそうあれねあのサンジの眉毛6じゃないですか、うん、6ってあの不吉な数字なんですよあれではベンスモーク家はジェルマダブルシックスっていうそそそううう組織でまあ一応そういうのもあるよ確かに実際そうそうあのだ,だから「悪魔の生贄にえ」って昔映画があってね、うん、あのダミアンって子供出るんじゃないですかあれダミアンのその頭に入ってる入れ墨があの6なんですよ、うん だから、あの、悪魔の子なんですよ、だからそのダミアンっての。うん。だから、そこにもつながってるなっていう。うん。だから、小田栄一郎先生、すごいっすね。うん。じゃあ、まあ、救護士化士の俺さんが、今日の放送はまとめると、モスクワのグラタンがドライブするってことですね。なんだそれ。そういうことですね。まとめ方よ。エンディングはやって。締めの話題よ。ほんとによ。日給で最後、フランス革命で終わると。うん、なんかフランス革命の話したかったないや、したかったな、じゃないよ。ん 時はないんだよ <laughs> フランス革命って <laughs> さっきはロシアの話もしたじゃないですか国の話でいいんですよだからそんなでかいテーマのつもりではなかった <laughs> 国の話「<俺も S 1> <laughs> 明日への光」でしょ明日ね明日の光じゃんだから <laughs> ねいじゃん暗いじゃんもう明日への光をつかみ取るでしょ <うん S 1> だからもう世界平和を歌っていこうよこのラジオではじゃあもう来週もまた皆さん聞いてくださいね <laughs> <laughs> もうちょっと会話がね、<laughs> 弾まねえな。ということで、今週も終了です。さよなら <laughs> <laughs> ということで、ウケフのオリジンチャンプルー、お相手は、ウケフレのヤンビーと、<はい S 1> ありがとうございました。さよなら